ただいま。遅い。この不良息子、うちの夕食は毎晩7時と決まっとるだろうが。てめえ、これが必死こいて除霊して帰ってきた息子に対する挨拶か。いやかましい。どんな理由があろうと我が家の団らんを乱す者には制裁を下すのみ。それとも何か自分だけ幽霊に触ったり話できることを自慢してるのか。うるせえ、俺だって好き転んでこういう。もうやめなよ。